埼玉県西広県民講座、当事者や周囲の方の声、同性カップルのリアルと困難を始めます。本日講師を務めます田村と申します。本日の内容ですが、5つの構成で進めてまいります。1、自己紹介。2、自覚したきっかけ。3、葛藤や悩み、学校、職場などでの経験。4、嬉しかった経験。5、視聴者へのメッセージです。それではまず自己紹介です。パーソルダイバーズ株式会社人材ソリューション本部コンサルティング事業部でマネージャーを務めております、田村和明と申します。パーソルダイバーズという会社ですけれども、人材紹介のデューダーや人材派遣の添付スタッフなどの総合人材会社であるパーソルグループの特例子会社です。特例子会社とは、障害のある方の雇用促進と雇用の安定化を図るために設立された目的子会社となっています。私自身は臨床心理士として心療内科クリニックなどでですね、カウンセリングやリワークの支援に携わっておりました。弊社入社後は、障害のある方の就労専門相談員として従事し、現在はその経験を生かし、障害者雇用の促進を考えている法人向けに、採用のための受け入れ準備から雇用後のマネジメントまでを現場に根ざした方法論で幅広くサポートをさせていただいております。また、各地方自治体や民間企業からのご相談をいただいて、性の多様性の理解促進の支援なども実施をしております。それでは本日インタビューをさせていただく木村さんです。自己紹介をよろしくお願いします。ただいま紹介に預かりました、パーソルダイバース株式会社事業戦略部紹介事業企画グループの木村勇と申します。性自認は男性で、恋愛対象の男性になる、いわゆるゲイになります。プロフィールは2017年7月に現パーソルダイバースに入社しました。2020年1月に部署も役割も異なる有志3名が集まり、アライになることを決め、同年3月に有志メンバー8名が集まり、アライコミュニティを結成しました。その名もパーソルにして、P レインボーと名付けました。弊社で行っている法人向け LGBTQ セミナーの講師としても登壇しております。アライの輪が大きく広がるよう、微力ながらも力になれればと思い活動しております。それでは当事者や周囲の方の声ということで、早速インタビューを始めさせていただきます。まずは、性的マイノリティ当事者であることを自覚したきっかけを伺ってもよろしいですか？小学6年から中学の頃には、自身のセクシャリティに違和感を覚えました。ただ、周りの友人たちが異性の話題に盛り上がる中、温度感の違いに気づいたんです。今思えば、なんとなく女性よりも男性に目が向いていたのかもしれません。中学生の頃、男性に触れられることがあったのですが、触れられることに対して不思議と違和感はなく、自分は女性よりも男性に惹かれることに気づきました。小学校の高学年ぐらいからご自身のセクシャリティの自覚をしていたということですけれども、では続いて、性的マイノリティ当事者としてですね、学生時代ですとか、これまでの職場で経験した葛藤ですとか、悩みはありましたか？カミングアウトできない時期は、彼女は結婚はと言われるたびに、パートナーがいても彼女はいますよと嘘をついていたことがとても心苦しかったです。同級生や会社の同僚にパートナーと遊びに行ったことも話せず、なるべく私生活を隠していたことがとても辛かったです。だからといってカミングアウトする勇気もなく、カミングアウトして受け入れてもらえなかった時を想像するだけで、とても怖い気持ちになりました。そのため、自ら壁を作っていましたね。自分らしさを一切出せず、とても辛かった時期です。ちょっとした嘘かもしれませんが、この積み重ねがとても苦痛で、心が壊れてしまうのではないかと感じていました。ございます。受け入れてもらえなかったという悩みですとか、自分らしさをですね、出せないということです。大変な思いをされていたんですね。
お話しいただきましてありがとうございます。そして今回のテーマの一つ、同性カップルのリアルと困難という観点からですね、木村さんがパートナーの方と生活していく中で、職場などで葛藤ですとか悩みということがあればぜひ伺っていければというふうに思います。もちろん木村さんのお話でもですね、ご友人のエピソードでも構いません。はい、自分自身はこれまでの職場ではゲイであることを隠してきたので、カップルとしての葛藤や悩みはありませんでした。性的マイノリティ当事者だけではなく、皆さんもいろんな葛藤や悩みがあると思います。性的マイノリティは特別なものではないので、皆さんと同じように考えていただければいいと思っています。ありがとうございます。ちなみに学校や職場以外でですね、パートナーの方と生活していく中で葛藤ですとか悩みはありましたか？私は家族にもカミングアウトしていますが、パートナーは家族にカミングアウトしていません。そんな中、今後一緒に暮らすことを話すのですが、家の名義をどうするのか、カミングアウトしていない状況での老後をどうするか、話はつきませんね。ありがとうございます。お住まいのことですとかね、老後のことというところはですね、誰しも不安になるかと思います。ぜひね、もう少し具体的にお話を伺いたいのですけれども、まずは住居の契約をするときですね、どちらか単独の名義にしていくという形にするのか、友人との同居という形にせざるを得なかったのかなど、何か困った点はありましたか？現在私の住んでいる、ところは、自分名義のマンションで母親と暮らしています。ゆくゆくは私も一人になるわけですので、その際はパートナーと一緒に暮らそうと思っています。パートナーは賃貸物件に暮らしていますので、必然的に私のマンションに来るかと思います。契約や名義などの困りごとは私の場合はないかもしれません。困った例として、友人が実際にパートナーと分譲マンションを購入した時の話をさせていただきます。友人がマンションを購入したあたり、同性パートナーとペアローンで組む場合、東京都で取得できるパートナーシップ宣誓制度では受け付けができない銀行ばかりだったそうです。ほとんどの銀行が公正証書を支出としているところが多く、ペアローンを組むためにも追加でお金がかかりました。公正証書作成費用は20万からということです。ただ一緒に暮らすだけなのに余計な費用がかかり、またそのための労力を感じなかったと思います。友人の方のお話もいただきありがとうございます。ペアローンをですね、組むだけでも相当なですね、労力ですとか追加で費用がかかったということで苦労されていたということですね。先ほどですね、ゆくゆくの話、これ、老後の話ですね、どうするかというものがありましたけれども、老後の相続ですとか年金などへの不安というところはパートナーの方とはよくお話されるんですか？実際この手の話はみんなも、面倒くさいと思っている方が多いのではないかと思い、のびのびにしている方もいらっしゃると思います。楽観的に考える人もいれば不安に思う人もいると思います。私はなんとなく楽観視していますが、パートナーはとても不安に思っています。パートナーとの相続もできるかどうか不安に思っていて、ここまで考えればいいのか尽きることはありません。ありがとうございます。まだまだですね、法律などの整備が追いついていないので不安は尽きないということですね。他に木村さんのご友人のエピソードがあればぜひお聞かせください。はい、友人はパートナーの家で同棲してきたのですが、そのパートナーが突然腕の事故で亡くなってしまいました。そのため、家を追い出されたことがあります。パートナーさんは家族にカミングアウトしていなかったので、パートナーとは認めてもらえず、葬儀にも出てず、そのまま家を出された悲しい出来事がありました。そんなことがあったので、自分たちのこともちゃんと考えておかないといけないなと思っています。ただ思っているだけで、まだ解決策はないんですけどね。なるほど、貴重なお話をいただきまして、ありがとうございます。周囲の方に話せないということですとか、話すことでですね、どういう反応されるか心配というところですね、そういったこう苦しさですとか老後の不安などもですね、葛藤お悩みのお話をいただきましてありがとうございます。
ここからはですね、当事者としてこれまでの経験の中でですね、ぜひこう嬉しかった出来事というところを伺っていければと思います。はい、2011年に家族カミングアウトしています。今のパートナーとお付き合いをした際も家族に紹介しました。特に反対もされず、パートナーとも仲良くしております。また2023年に同級生にもカミングアウトしました。カミングアウトしたかというと、2022年に同窓会がありまして、親友が先に性的マイノリティをカミングアウトしてたんですね。その時、自分が参加してなかったんですけども、LINE でそのことを教えていただきまして、カミングアウトしたらみんなに受け入れてもらえたら嬉しかったということがありました。なので、次回同窓会があった時には、自分も参加してカミングアウトしたいなと思っていました。自分のことをすんなり受け入れてもらえたことがとても嬉しかったです。同窓会の場では、そうだったんだ。全然わからなかった。と言われたわけで、大きな反響なく拍子抜けしました。カミングアウトしても何一つ変わらない同級生の自然な態度にとても救われました。こちらとしても何かをしてもらいたいわけではないし、特別な反応をしてもらいたいわけでもなかったので、とても嬉しかったです。ありがとうございます。木村さんとですね、パートナーの方と一緒にいる中での、ぜひね、こう嬉しかった出来事、エピソードというところがあれば、ぜひ教えてください。誰にもカミングアウトできなかった頃は、こそこそとお付き合いすることしかできなかったんですが、今はカミングアウトしていますので、堂々とパートナーと、出かけた話とかをすることがとても嬉しいです。それまでは、結婚どうするの?と、断るごとに言われていましたので、その呪縛からも解けたことが、とても安心しています。ありがとうございます。周囲の方に話した際にですね、大きな反応ではなく自然と受け入れてもらえた、またね、パートナーの方と一緒にですね、自分らしく振る舞えることが嬉しかったということですね。それではですね、最後にこれまでのご自身の経験を通じてですね、視聴者の方へメッセージをお願いします。自分はカミングアウトしていい結果を出せましたが、カミングアウトすることで反対する家族やショックを受けてしまう家族など、嫌悪感を覚える方もいると思います。そのことを忘れないでほしいです。なので、カミングアウトは慎重にしないといけないことだし、無理にしないことも覚えておいてほしいです。また、カミングアウトを無理強いすることもしないでほしいです。それと、自分たちがもう全ての人に性的マイノリティを把握し、理解してもらえるとは思っておりません。ただ、そういう人たちが存在することを知ってほしいです。存在しないと思われるのが一番傷つきますので、これを機に、性的マイノリティが身近な存在ということを思ってもらえるととても嬉しいです。ありがとうございました。性的マイノリティ当事者が身近に存在しているということを知ってほしいということですね。これまで当事者や周囲の方の声として同性カップルの方のリアルについてお話を伺ってまいりました。すべての方が同じ経験ですとか考えを持っているということではなく、あくまでですね、一つのケースとしてご理解いただければと思います。以上で埼玉県虹色県民講座、当事者や周囲の方の声、同性カップルのリアルと困難を終了いたします。